ジョンソンね、はい、まあ、あの20代の後半ですよね、まあ、やっぱり、ね、僕のと比べたら全然世代違うんですよね、はい、若いのに結構ね、事業もね結構うまくいってこういう店も持っていって、はい、まあ、すごいですね、はい、なんかあの日本に来て日本ってどう思う本当にもう、うん、うん、日本に対して、まあ我々はまだ帰化されてないし帰化してないって全部あの中国の国籍だけどう思う、うん、すごい真面目な国だなって、ま、真面目な国って思いますね。真面目な国、それはだから視聴者の日本人だと聞いて真面目な国っていうのはまああまりちょっとピンとこないと思うんで、どういうところって言ってどういうところ、まあ、中国と比べたら中国だとなんか事業とかを、まあ、商売したいときはコネとかいろいろやっぱりしなきゃいけないね、賄賂もしなきゃいけないし、日本ってそういうのはない、必要ない、必要ないから本当にちゃんとしっかり一歩ずつやっていかなきゃダメだなっていう、地道にね、ちゃんと堅実にやっていく、堅実にやっていかないけどダメだなっていう。でもまああのよく例えば中国人の若者はやっぱり、まあ、一攫千金的な気持ちあるじゃん、はい、あのちょっと頑張れば大金がもうね手に入れられるっていう、はい、それ日本じゃそういうことはできないじゃない、うん、それでもう日本がいいってわけ、自分ですか、はい、自分はその日本にいるのは本当に友達とかが多いから日本で楽しくやりたいっていう感じなので、はい、特にその日本をどう思うとかはないですね。あまりない、まあ、でもね商売してて税金も払ってるんですよね、はい、税金払ってて結構僕はあまりそんなにそれ当たり前だよってあのよその国でちゃんとね、あの仕事させてもらってて、はい、あの儲けさせてあのいただいてるから税金払うのは、で一部の人間、いや俺たちがもう税金払っているからもっと俺たちの話を俺たちに権利をよこせってみたいな、まあ、選挙権は非選挙権はね、そういうふうに要求してるんだけど、その辺はどう思う？その辺なんでですかね、まあ、普通にマフィアの組織で考えたらそのボスにこの町で何かやってる払うのは、まあ、当然かなって思ってるから別にそういう考え方、そのためにこの町をいさせてくれてるんだなっていう感じだから別に、まあ、自分がもしトップだったらもっとよこせやとかなるかもしれないし、あそんな考え方ですか、はい、そうか、まあ、うん、なるほど、一応だって守ってもらえるところは守ってくれるじゃないですか、ボス今ちょっとお店なんか変なやつに壊れてやばいですって警察とかに呼んで助けてもらうのもそういうやっぱその町に払う、まあ、お金じゃないんじゃないかなって、あそんな深いことは考えてないです、まあ、ボスたちに金払うのは当たり前だろうなっていう僕は全然商売ねスタイルが違うから別にあのねジャンルが違うんで、そうボス消防代払うっていうのをやっぱその、まあ、要するに国がそのまあトップが一番偉いわけじゃないですか、あ、まあね、うん、それ自分たちがこの文句とか言ってもどうにかなるっていうのは多分想像難しいことだし、だったら言われた通りにまあそのちょっと税金は納めると、はい、あまあそういう考え方で言うと結構分かりやすいんだよね、どんな商売してもやっぱりね この町へ、はい、ね、だって逆らったら捕まる、あそうですね、その町を仕切ってるボスに払わなきゃいけないし、国を治めている、はい、まあ、あの政府ですよね、はい、政府に、まあ、税金を納めなきゃいけない、はい、納めたくなかったら本当にドバイとか行けばいいんじゃないですかドバイなんか税金ない、ね、まあ税金ない安いってことですかね、はい、でもその代わり物価もすごい高いんで、でもドバイでもうちらが行ってといきなりドバイ行って儲かるのかね、商売できるのかな、いや、飲み会多分うまくいきます、ね、あ、そうなんですか、一緒に行きますか、あ、いいね、いやいや、僕はちょっと保身的になってて、また冒険はね、もう20代、はい、30代じゃないから、はい、ドバイ、まあちょっとドバイだと、はい、まあもっと成功して、ね、余裕ができてから向こうで生活し、そのはいいけど、ね、まだ行けますよ、ね、ケンタッキーのおじいさんも64歳でケンタッキーを作り上げた、なるほどね、そうかそうなんですね、意外と結構いろいろそういうね
あのしっかり考えてるんですね。いやいや、そんなことはないです。ただラフに考えてます。ああ、そう。